日もお二人にインディーな事柄を現場目線からピックアップしてトークを聞かせていただきたいと思っております、はいはい、まずは総裁お願いいたします、はい、わかりました、あのね、1月のこの時期になりますとですね、はい、世界家電見本市っていうのがラスベガスで行われます、はいはい、全世界から、うん、例えばバイヤーであったり、うん、なんかそういう人たちが全部集まるんです。面白そう。もうガーファとかもう全部そこに集まって、ね、よく行かれてますよね。はいはい。この時期にいつもで大体ニュースになってます、うん。こんな新商品が現れたとか、うん、5G はこうなるとか、うん、今年はもうね、うん、リモートなんです。うん、はい。そうなんですか。それはだから後日報告しますので、うん。今までどんな感じでやってるかっていうのは、はいはい、過去のね。はい。はい、これが、はい、CES。はい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 、ラスベガスで行われます、ね、やってるんだ。もう全世界からですね、もう山氏がここに全部集結してますね。はい、で例えばトヨタとか、うんうん、日産とか、うん、もう自動車メーカーも、もう例えば自動運転とか、うん、もうそういう時代なので、うん、もう電子機器関係はもう全部ここに集まってきますね、うん、全世界から来るんですか。はい、ですごかったです。例えばですね、うん、皆さんが知らないことをお伝えします、はいはい、バイトンっていうですね、バイトン聞いたことないでしょ、うん、車メーカー、うん、EV です。車もあるんですか。電気自動車です、うん、へえ、はい、こうやってかっこいいでしょ。かっこいい、かっこいいでしょ。デザインも、はい、うん、中国資本の電気自動車、はい、もうテスラモーターズのライバルになるんじゃないかと。そんなにかっこいいですね。でも会見ね、かっこいいでしょ。ちょっと中見てください。あの車のこのダッシュボードのとか全部モニターです。電気自動車はそんなかっこいいんですか。なんかね、もうここはもう48インチぐらいあるんですけど、全部画面になって、へえ、すげえな。カーナビだろう、例えばおいしいお店はどこだとか全部出ます。出るんだ、すごい。いいですね。はい、でこれがバイトンの人たちが集まった時のね、まあ、社長とか、うん、集まりました、うん、はい、もう経営者たちとか投資家とか社員とか、すごいですよ。もうとにかくね、資本金をね500億集めました、うん、上海にも工場を作ります、うん、こんなに熱く語るわけですよ、はい、プレスカンファレンスで、うん、はい、そうなんですか。記者もものすごい集まってます、うん、全世界から、うん、だけど車を1台も作ってません、まだ。なんですか。さっきの何なんですか。だからこれはモデルタイプですよね。サンプルですよ。だからサンプルはそれは作ったんですか。本当に、まあ作ったってことですね。それは作って、だから要するに量産型の第1号をまだ作ってませんでした。あ、そうなんですか。だからこれで電気自動車作るんで投資してくださいっていうことです。なるほど。もっと皆さん投資しませんか。もっとですか。もっとでしょ。だってあのテスラモーターズでさえ量産するのに10年とかかかってるんですよ。ああ、そうなんですか。だから上海で工場作ってるって大丈夫かって思うじゃないですか。うん、確かに。もうでもその前に金集めて、電気自動車ですからリチウム電池とか、うん、そういう開発をします。もうかっこいいじゃないですか、うん、もうだって日本だとちゃんと車作っても量産体制できて、うん、で初めて投資しませんかじゃないですか、うん、もう先なんですよ。アメリカやっぱすごいですね。それね、投資しませんかとか寄付しませんかみたいなね、もう半端じゃないですよ。それで集まるから、あ、集まる、集まるからちょっと違うんですよね、感覚がね。集まるんですよ。夢にお金出したりするんですね、うん、だから先行投資ですよ。あ、 EV でテスラばっかりじゃなくて、うん、ね、日産リーフだけじゃなくて、いいな、そうなるんですよ。あ、そうですか。はい、でこれ本当に大丈夫かなと、うん、案の定ですね、2020年の6月から事業停止になってるという。お金だけ集めてですか。はい、ちょっとなんか社員の未払いが始まってるとか。どこに使ったの。いや、わかりません。やっぱりね、そう簡単には車作れないんで、うん、もう事業停止状態っていう。あ、世界のインディーって桁が違うでしょ。すごいですね。うん、もう大々的ですよ。だってトヨタの前ぐらいにやってますから。はい、まあこういうことがありまして、でちょっとあの可愛いね、日本のインディーも頑張ってます。はい、多分これは多分九条さん見たことあるんじゃないですかね。ラボット。え、知らないです。ラボット。なんか癒し系のロボットなんですけど、寺ちゃん見たことあるんじゃないですか。
知らないですか。知らない。ラボット、あのもう僕はインディーだと思ってましたけど、もうメジャーです。え、なんかねドラマに出たらしいですよ。もう何のドラマですか。もうそれに出演しても予約殺到です。本当ですか。はい。でこのロボットのカフェまでできました。こんな人気あるんですか。だからもう日本でベンチャーで頑張って、うん、ラスベガスに出し、そして今日本で大ヒットです。もう多分ね、あの3ヶ月とか半年待ちだと思いますね。あ、本当ですか。そういう成功してるものもあるということですね。あ、もちろんもちろんもちろん、もうすごいですよ。なるほど。さあ続いてはジャン、これ何だと思います。スーツケース。スーツケースですね、はい、電動で全て動くとか。近い。あの掃除機のルンバみたいな。お、うん、いい感じになってきましたね。みんなインディーの気持ちになってきました。寄り添うんですよ皆さん。そっか、寄り添わなきゃいけない。寄り添わなきゃいけないんですよ。アーゾンバー思い出してください皆さん。はい、じゃあ早速動画を見てみましょうか。動画がね、はいはいはい、ありますんで、はい、もうついてくる、はい、ほら見てください、よく見てください。ほら、何に反応してるんだ、すごい。俺に反応してスーツケースがついてくる。めんどくさいでしょ、こう大手持って空港とかで、うん、あと忘れちゃうこともあるから。そうそうそう、すごい可愛い後つけてきて、あとでよく見てください、他の人も歩いてるでしょ、うん、他の人のところには行かない。すごい利口ですね。すごい、自分が握った人に反応して選んでちゃんと後ついてる。え、握っただけですか。はい、握っただけです。なんで分かるんだろう。スマホで登録するとかじゃないです。パッて握ったらその人の後をついてる。で今走ってきますけど、関係ない人があのスーツケース持ちまして、あらら、他の人についてる。そう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 、取られちゃうじゃないですか。そうそう、ほら、あ、急いでる。ほら、本当だ、かわいいでしょ。かわいい。よし、みんなついてこい。すごい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 、みんなついてこい。おお。ペットみたい。いや、よく人に当たらないですねこれ、うん、カメラセンサーがなんかね3つぐらいどうやらついてるんですか。はい、いつのやつですかこれ。2年前ですね。2年前。はい、見たことないですね街で。ああ、まだ、いや、なんか普及しそうですよね。はい、売れますよこれ、もし危険がないなら。かなり混んでるでしょ。でも全部あのちゃんと避けてくれるので。はい、これ売れますね。だってもう疲れてたらあんなの持ちたくないですもん。持ちたくないし、絶対忘れちゃったとか、うん、荷物紛失とかっていうのがなくなるからいいですよね。なくなったりするしね。すごい。何で動いてるんですかこれ。いや普通にバッテリーで充電して、で手の認識で、はい、すごい。なんか握ったところでこの人だっていう風に。頭いいですね。どうやろう、3つのカメラだけでそんなことできるんですか。はい、じゃあ続いては、はい、九条さんは犬を飼ってるんですか。犬飼ってます。犬飼ってますよね、はい、餌やりってどうしてますか。ご飯普通に手であげてますよ、器に入れて。あ、なんか時間決まったりとかしてますか。一応決めてます。やっぱ決めてるんですね、うん、さあそういったお客さんのために出ました、じゃん。なにこれ、なんだ、なんすか。ちょっと今猫ですけどね、真ん中のセンサーはなんかありそうだけど。そうなんです、そうなんです。なんだかでもわかんない、全然わかんないですね。わかんないですか、うん、実はですね、猫の顔に反応して餌が開くという。へ、顔認識するわけですか。顔認識、猫の顔まで認識しちゃうんですか。猫の顔認識餌やり機ですね。すごい。で猫のこの顔が来るとここがピーって開くっていう。へえ。はい、じゃあちょっと見てみますか、この動画も。動画もね、はい。ほら、なるほどね。もう一回お母ちゃんやってみてください。ほら、人の顔、今通訳の人が顔当ててますけど開かないですね。なんでわかるの。猫の顔を、猫の顔を見せると開く。ちょっと見づらいですけど、あの引き取ったのが今開いたり閉じたりして、はい、猫の顔を、はい、猫の顔をやると、で猫の顔をすると、あ、プリーズビジネスカード、ビジネスカード、ビジネスカード、
CEO ほら CEO でしょ、あれがイタリアの。で俺が CEO って言ったらもう大爆笑しちゃって、 CEO 何が面白いんだろう CEO。 いやお互い爆笑し始めて CEO意味なんかあの英語できないんで、ただの CEO だけで大爆笑でしょお互い、はい、でもああいう風にチャレンジする企業もこうやって集まってくるわけですよ。動物だったら何でもいいってことですよね。あ、それできるって言ってました。犬でももちろんできるし、認識させるように、ね、猫でできるなら何の動物でもね、はい、やっぱ動物の顔認識は結構難しいらしいですよ。あ、いや似てる子とかも ね、いますもんね。多分何度も俺顔やったんですけど、人間の顔じゃ全然認識しなかったですね。そうでしょ